4番乗り場には19時55分発、山陽線の瀬戸分け方面、姫路行き4両編成で到着です。4方面、東京駅の前の電車です。この後、快速電車の停車区に入ります。19時55分発の山陽線は快速電車です。中立、岡島、東岡山、大田原、大田原の順に終点満州学校まで各駅に止まります。
注意ください。Your attention, please. A train will soon be passing through. まで各駅に停まります。中東岡山には20時18分、内大寺20時26分、草船20時37分、稲瀬21時3分、終点の播州和光には21時19分の到着予定です。列車は4両つないで運転をしております。車内のお手洗いは一番後ろの車両の前寄りに1箇所ございます。後ろから2両目の車両は、冷房の温度が少々高めに設定をされております車両です。体の調子に合わせてご利用ください。お客様に車内での携帯電話、並びにスマートフォンのご使用についてお願いいたします。あらかじめバナーモードに設定の上、通話をご遠慮ください。皆様のご理解と協力をお願いいたします。次は西川原修理室で、出口は左側です。
JR 新日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の晩秋横に着きます。入口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。通列車は姫路行きご利用のお客様お乗り換えです。ご利用の際には車内にお忘れ物ございませんようお手回り品を今一度確かめください。まもなく終点の晩秋横に着きます。
岡山です。出口は左側3乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。新幹線広島方面21、22番乗り場からの発車です。ご利用のお客様は2階新幹線乗り換え改札口までお越しください。続いて在来線のご案内です。山陽本線倉敷笠岡方面福山行き2番乗り場東北線途中茶屋町駅から宇都宮線に連絡をしております。快速マリンライナー71号高松行き8番乗り場久美線倉敷東田方面備中高橋行き2番乗り場津山線通列車の津山行き9番乗り場桃太郎線備中高松方面東上行き10番乗り場から発車いたします。本日でこの列車で117系の定期運用が最後となります。長い間117系をご利用いただきありがとうございました。初のダイヤ改正で新型227系クララがデビューします。クララにつきましても117系と同じように皆様にご利用いただく必要になっております。列車は左側2番乗り場の到着です。道から手を離してお待ちください。この列車は終点岡山に着きますと回送列車となります。引き続きのご乗車はいただけませんのでご注意ください。降りの際には車内にお忘れ物ございませんようお手回りにも今一度お待ちください。
と思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。